ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。レガシーシーの高野修樹です。はい、ということでね、今回は1月8日に第21期のレガシーシーン挑戦者決定戦で、9日に神決定戦があるということで、現ね、レガシーシーンの高野選手をお呼びして、はい、現環境レガシー最強デッキ8000やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかヴィンテージの時もやった気はするが。そうですね。ね、ヴィンテージシーン、レガシーシーンね、はい、2巻持ってるんで、またちょっと、ね、刺激に、レガシー最強デッキ聞いていきたいと思いますけども、まあ、結構レガシーどうだろう、去年の1月にラガバンが禁止になったじゃん。去年、あ、もうそんなに経つか。はい。去年っていうか、まあ、撮ってると12月なんだけど。まあ、1月にさ、ラガバン禁止になっちゃうんで、俺電撃受けながら禁止になっちゃって、うん、あ、そう、やったね。あれが結構環境って変わったんかな、レガシーって。そうだね、結構変わったんだけど、うん、相変わらず UR がトップ目だってことは変わってないかなって感じだね、うんうん、一番強いデッキが変わってなくて、その下がどうなってるかまあそうですね感じで、なるほど、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ第8位からいこう。はい、第8位なんでしょう。8位、エルフですかね。お、エルフ。いや、エルフ、これは刺激が好きだからじゃないの。ちょっと情が入ってる可能性もともとね、デルバーとか使う前はエルフ使ってたよ。そう、ずっとエルフ使ってたんで、うん、いや、やっぱ好きなデッキなんですし、うん、8位ぐらいには入れときたいかな。エルフデッキの強みっていうと、どういうところで、エルフデッキ の強みっていうと、やっぱりクリーチャーがいっぱい入ってるデッキなんで、うん、スペル制限みたいな、サリアみたいなカードに引っかかりづらいっていうのと、うん、軽いんで、その展開力、盤面での展開力がすごい速くて、相手のデッキを置き去りにできるみたいなところがいいかなっていうのと、あと、うん、アロサウスシェパードが出たおかげで、はいはいはい、打ち消しに強くなったの。アルサウス代があれ、緑のスペルが全部打ち消されなくなる。そう、本人も打ち消されないし、場にいる時に他のスペルも全部打ち消されなくなるから、カウンターにすごい強いデッキになったっていうのが強みですね、うん、エルフ。まあ、エルフはやっぱ一番必殺技といえば自然の秩序。そうです、ね、から皇帝の美ヒューマンを出して全員なんか55とか66で一気にアタックしていくってやつだけど、そのアロサウス代がいると、まずそれ除去って感じないと打ち消せない。打ち消せない。二段構えができるってことね。二段構えができるね。第7位お願いします、はい。アントですかね。第7位、アント。はい。まあ、アントというとね、いっぱい、その一旦中にいっぱいステロ連打して、最後はストーム付きの呪文唱えて勝つというコンボですけど、はい、これは強みはどういうところにあるんですか。やっぱりこのデッキも、やっぱカウンターに強いっていうのが強みの一つですからね。そうなんだ。でもコンボデッキってさ、やっぱ、そうですね、コンボの要となるカードを打ち消されちゃったらそれで終わっちゃうじゃん。そうね、だから結構、カウンターに逆に弱いってイメージがあるんだけど。そう、カウンターに、コンボデッキってカウンターに本来弱いはずなんですけど、ストームデッキの場合は、うん、カウンターどこをしたらいいか、まず反対視点としてわからないんですよ、あんまり。ああ、なるほど。っていうか、一番そのカウンター持ってても死因になるのが、生天道、生天っていう生天道流って言うんですけどまあ、フィニッシュのカードが蜘蛛の触手。あ、そうっていうカードで、普通はアントってサーチ呪文が最後に挟まって、うん、デッキをサーチして、うん、そこからテンドリルフィニッシュカード持ってきてフィニッシュするみたいなことが多いんですけど、うん、ハンドにもともとテンドリルを持ってる場合は、うん、サーチをしなくてもいいわけです。はいはいはい。でサーチをしなくてもいいってことはストーンも10数えればそのまま勝っちゃうんで、うんうん、ハンドプラス相手の打ち消しもカウントできるっていうのが強みですよね、うん。確かに、なんかそのカウンター持ってるから、はい、じゃあ相手のサーチだけ、まあ、冥府の教授者を使って摩擦するんだけど、冥府の教授者だけ消せばいいやって思ってたら、突然手から出てきて、そう、ストームがついてるから消せないってなって負けちゃうみたいな。っていうのと、あとやっぱり夏の帳っていうカードの存在がでかいかな。そう、あれすごいよね。なんか夏の帳は本当にすごくて、やっぱあのカード自体がもうカウンターを殺せると言っても過言ではない。あれどんな効果だったの。緑一番のインスタントで、対戦相手青か黒の呪文を唱えてるとまずワンドローできるんですけど、うん、このターン呪文が打ち消されなくなります。能力でも打ち消されなくなります、うん、なんでカウンターバランスがそういう呪文じゃなくても打ち消されなくなって、うん、プラスであなたのこのパーマネントは青と黒からの呪文を得るっていうのがあるんで、うん、まあ触れなくなりますよ、うん、盤面のカードが青と黒の呪文。とりあえずこれ打っとけばもうこのターンは、そう、このターンは。ってことは逆に言うと、これを打たれたらこのカードゼラヒでも消さなきゃいけないってことですよね。まあ追加でとりあえずその1枚カウンターを多く要求されるってことですか。そうですね。しかも向こうからしたら、うん、まあ、青か黒の呪文唱えてたワンドルできるとはいえ、うん、まあ、安全策としては、まあ、夏の帳投げてみるかみたいな感じになるんで。ああ、そうか、アント側が。そう、うん、とりあえずこれ通ったら勝つけど、どうなんだろうって言って唱え、うん、反対か視点からすると、通ったら負けるから消すしかないわけじゃないですか。うん、だから、もちろん放送ウィール切るわけじゃないですか。うん、で、切られたら、あ、じゃあ次のターンにしようかなって。ああ、駆け引きがね、生まれるね。もう一枚引いてから、じゃあ、このターン打ち消されたか。でもその打ち消されたからって言うけど、こっちはカード2枚使って夏の帳を消してるのに、向こうはただ1枚カードを使っただけでこっちのカード2枚もみ取ってるんで、かなりヤバいですよね、状況的には。まあまあまあ、ちょっとね、ちょっと片腕もがれちゃった。あ、そう。しかもメインなんて4枚しか入ってない確定カウンターをそこに切らされたってことは、
かなり痛いですよね。しかも、もしかしたら妨害はその夏の扉1枚だったかもしれないですけど、こっちのカウンターも1枚でそこに切っちゃうとそのままストームで負けることもあるんで、うん、まあ、そこら辺はちょっと読み合いというか、まあ打たれたらもうもしウィル1枚しかないんだったら黙って見とくしかないっていう、だから相手にちょっと様子を伺う、夏の扉打ってドスが決めるってこともできるってことですね、うん。そのあんたやっぱさ、上手い人が使うとめちゃくちゃ上手いみたいな。そうなんですよ、上手い人が使うともうマジック大変なんですよね、デッキがこれマジックなんですけど、うん、なんかマジックじゃないみたいなデッキなんで、うん、その盤面の駆け引きとか一切ないんで、そのハンドと相手の状態と、うん、あと何ターン後に自分が死ぬかみたいな、うん、計算してどこで仕掛けるかみたいなデッキなんで、うまく決まるとめっちゃかっこいいんだよな。いやかっこいいんですよね、このデッキえ、地域これは使える？アント。あ、大して使えないです。使ったことあるんですけど、うん、難しいな、このデッキ。なんかそう、カイ君、レガシーすごい上手い、そう、アントすごい上手い、カイ君が言ってたんだけど、ね、半年負け続けることをその覚悟しろみたいな。そうですよね、使ったことないんだったら半年負け続けるとかそっから始まるみたいな言うですけど、でもさすがに、まあ、連度が上がればかなりポテンシャルがあると、ね、かなりポテンシャルはあるデッキだと思います。続いて、はい、第6位、はい、ザ・スパイ。スパイか、アントより上なんだ。これこれちょっと早すぎますね、やっぱりスパイっていうと、その土地が全部その、そうですね、まあ、土地の中入ったっ入ってないですね、両面の土地だけ入ってるみたいな、うん、その俗に言うあのゼンリガーランドだけ入ってて、うん、土地自体は0枚ですね、うん、で、2種類あるんですけど、場に出た時に最初のプレイヤー土地がめくれるまでデッキを墓地に落とすみたいなクリーチャーがいるんですけど、うん、それを脱出して自分を対象に取ると土地が入ってないんで、もちろんデッキが全部墓地に送られて、うん、そこからナルコメーバーが誘発して場に4枚ナルコメーバーが戻ってきて、戦慄の復活を唱えると墓地からタスオラクルが戻ってきて、もちろんデッキがないんでゲームに勝つ、その特殊勝利できる。このデッキの一番の強みっていうと、いや、とにかくスピードです、ね、スピード、うん、これ多分、うん、レガシーにあるデッキの中で多分一番速いんじゃないですか。ああ、勝つまでのスピードが、そう、うん、ほぼ1キルしてきますね。そうだね、なんかスパイっていうと本当に気を全部削るカードが出た時から結構話題になってたデッキがあって、はいはいはい、とりあえずもう暗黒の儀式とか金属モックスとかで、うん、もうとりあえずマナカスクバーってやって、そう4マナ出れば勝ちなんですよ、1段目に4マナ出て、でスパイ出せばそのまま自動的に勝つみたいな。そうなんで結構リソースを気にしないならレガシーって4マナぐらいだって1段目に出ちゃうんで、うんうんうん、そうなるともうその8枚どっちかがハンドにあればそのまま勝っちゃうんで、対戦相手がスパイって知らないで席に座って、うん、普通のハンドをキープすると大体負けますね。よし、出る場合に戦えるぞって思ったら。そう。あと、やっぱり1キルなんで、その、自分が次のターンを考えなくていいっていうことで、ミルは積ん、青スパイはミル積んでたりするんですけど、うん、青パクトも4枚入ってます。ああ、あれですね、その、0マナで付けせるけど、次のターンに5マナ払わない。本当払わないとゲームに敗北するんですけど、まあ、次のターンないからいいかな。勝つか負けるからし、みたいな。これコンボ取んなかったら負けるし。これ打ってもどうせ俺、もうこれ、失敗したらどうせもう何もないから負けるけど、ちょっと、これカウンターして取ったら勝つし、まあいいかなみたいなビルド代わりにそれがね、そうそう、入ってる4枚入って、いやそれがねかなりきついんですよね、やっぱりやっぱテーザーこっちがあの整える前にコンボしてくるし、あ、そうなんですよ、ね、でしかもちゃんとビル持ってたとしてもそういった否定の契約持ってたら、そう、そのまま決まっちゃうし、そのまま決まっちゃうし、代わりにやっぱり墓地対策にちょっと弱いんで、うん、その黒力戦とか置かれちゃうと当然勝ち手段これしかないんで、うん、その他の迂回ルートとかほぼない。ベルチャーとかがたまに入ってるんですけど、うん、ベルチャーはでも7マナ必要なんですよね、結局確か設置に4で、そう、軌道が3マナなんで結構マナ置くんで、大体一発じゃ決まんなかったり、マナがかかりすぎて置いてターン終了で次のターンみたいな感じになっちゃうんで、うん、そうなるとちょっとなんかやりようは一応あったりするんですけど、うん、墓地を経由しちゃうんで、その一番早いルートは墓地帯でかなり潰せて、ベルチャールートも結構マナがかかるからなかなか決まらないっていうのがちょっと弱点ではありますね、うんうん、昔は結構一発ゲーデッキっていうかさ、その安定感全然なくて、はいはいはい、そんな勝ちきれないよって感じだったんだけど、この前のエターナルパーティーも準優勝してるんで、うんうん、やっぱりかなり強いデッキじゃないですかね。これ当たった？はい、負けました。メリー1キルからの3本目ザンディットからの2キル食らいましたね。カウンター無理だぜ。いやすごかった。まあ、ただそのもう全然ネタデッキじゃなくて、普通に、はい、いやいや強いです、優勝も狙えるデッキだと。はい、全然。はい。いや、いいデッキです。はい、続いて第5位お願いします。赤タンプリズン。ああ来た、赤タンプリズン。そうですね、これはどういったデッキですか。最近なんかプリズンって言ってますけど、うん、最近なんかもう殴ってきました普通に。
プリズンっていうとね、だからロックエッグっていうか、はい、罠の橋とか置いて、あ、そうですね、昔はそうでしたね、防御する感じだったけど、昔は罠の橋置いて、なんかもう閉じこもって、あと4マナチャンドラ、うん、反逆の戦闘者チャンドラで、2点ダメージを与えて奥義で勝つ、勝ったり、他のプレーンズウォーカーとかで盤面取りながらみたいな感じだったんですけど、うん、今はやっぱりあれの登場が大きい、キジキの登場が、あー、鏡屋の偶話、鏡屋の偶話の、あれレガシーでも強いんだ、あれマジで強いっすよ。いや、他のフォーマットではね、もう強さ証明されてるんだけど、そうですね、レガシーでも強い、レガシーでも強い、あれだってトップ8にはいらなかったんですけど、ペインターとかももともとカーンが入ってたんですけど、うん、鏡屋の偶話に全部枠を奪われ、カーンが入ってなかったりして、なるほど、やっぱそのトークン出て手が入れ替えられて、あ、そうですね、やっぱりストンピーなんで、やっぱりシティオートレーターみたいな、その他の土地置いちゃうと割れちゃうから、1ターン目にチャリスを置いて次のターン動いたけど、うん、1回マナが1マナに戻っちゃうみたいなことがあって、ちょっと土地基盤がちょっと弱かったりするんですけど、ストンピーって、うん、でもなんとこのトークン毎ターン宝物出すんで、マナを要求して、マナを供給してくれる、そう、マナを供給してくれるから、かなりマナベース安定するし、うん、もちろんルーターもこういうデッキって、もちろん金属モックスとかそういう特定の相手に効かないカードも結構デッキにメインから入ってたりして、うん、チャリスとかも結局効く相手にはすごい強いんですけど、効かない相手には別にいらないんですけど、うん、でもドロソが入ってないから、これ引いたこれどうしようみたいな感じだったんですけど、うん、なんと2章で2枚いただきます、うん、あ、いらん、これいらんから他のカードに変えようってことができる、そう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 、かなりそれも強くて、うん、でなおかつ当然3章裏返るとキリジキなんで、うん、このデッキなんとコピーすると美味しいクリーチャーばっかり入ってるんで、なんか3マナぐらいでアタック強いやつなんて結構多いよね、そうですね、やっぱりレジェンダー無理なんですけど、うん、まあ普通にゴブリン、熟練戦闘とかをコピーすると単純に打点がすごい、もう10点以上なくなっちゃったりするし、うんうん、あとやっぱりその劇場をピッチで打ってコピーすると盤面8点ばらまきながら、ばらまきながらその3-3二段攻撃がダメージを与えてくるっていう、確かにすごいわそれは、すごいんですよね、やっぱり8点ってなったらもうね、ナクロノシステムも死んじゃうしね、何でも落とせますよ、そんなことしたら、ひじきのグーはちょっと赤タンプリズンの革命的なカードだったんじゃないかなと思って、うん、結構それで順位上げたっていう、メダも結構いい位置でした、あ、そうですね、なんかすごい強いですね、やっぱり、うん、続いて第4位お願いします。第4位はスニークショーですか、ね、スニークショー、あー、はい、これはでも昔からずっとある、このデッキすごくて、うん、デッキリストを見ても、うん、ほとんどグリセル以降何も入ってないんです変わってない、え、新パーツ本当に入ってないんだ、いや、グーアがちょっと入ってたりするんですけど、あ、グーアここにも入るんだここにも輝きのグー入ってたり、まあ、入ってないにしてもあるんですけど、うんうん、まあ、ちらほら入ってたりするんで、やっと新しいカード入ったかなっていう感じで、なんか結構氷結のコアトルとかウーロとか入れる、あ、そうですね、リストもあるけど、あと、あ、そうですね、弾薬の失勢感がちょっとだけ入ってたりしますね、うん、最近は確かにレガシーのそのスニークショーの弱点って伝説のクリーチャー出すから、あ、そうですね、カラカスで戻っちゃう、すごい弱かったんですけどってのあったけど、そこをちょっとカバーする残虐の失勢感とキキジキの偶話がそうですね入ってますね、カワイアグーは3枚とか3枚とか入ってて、うん、ちょっとまたデッキが進化してる、進化したんですけど、それまでほぼグリセルブランドが最後に入ったかなぐらいの、そうですね、あと全地か、全地が入ったりしてちょっとオムニテルのタイプが出たりとか、ちょっとあったけど、本当に原型は本当にエムラクールグリセルブランドをショーテルスニークで投げつけるっていう、うん、それは他のスペルでバックアップするみたいな、そうそう、ほぼ変わらないデッキなんですけど、昔からずっとトップメタを走ってるデッキです、うん、なんかすげえ分かりやすいよね、そのクソでかいクリーチャーを踏み倒すっていうのがもう、これはなんでこの4位っていう順位なのかなって、結構ボスがいてやっぱスニーク好きな人多いのかなって思って、デッキパワーがかなり高いんで、雑多なデッキっていうとあれですけど、レガシーいろんなデッキがあるんですけど、結構弱いとデルバーとかには弱いんですけど、雑多なデッキには結構カードパワーだけで勝っちゃうんですね、やっぱり2ターン目とかにショーテルグリセルってやられると大体の敵耐えないんで、うん、確かにフェアデッキとかそんだけでなんか、そうですね、圧倒的にその7枚引かれたりとかしてアドバンテージそのパンパンついちゃうし、2ターン目に7ハンコンが出ちゃうと、まあで7枚引かれちゃうと、まあそれだけで次のターンほぼスニークからエムラクール走ってくるようなもんなんで、除去しようにもね、もう7枚引いてるから、はい、じゃあ石の力でっていう感じで返されちゃうし、そうですね、やっぱりカウンター持ってるコンボデッキなんで、うん、その相手の動きを一回さばいてから自分がショーテルでグリセル出して7枚引き直してみたいな感じで、受けもできるんで結構やっぱ強いデッキですね、攻めもできるし受けもできるみたいな、これはかなり息長いよね、長いですね、スニークはずっとトップメダというか、デルバより長いかもね、スニークショーっていうデッキ自体はそのあれですね、あの森滅ぼしの最長老いたわ、森滅ぼしの最長老をスニークで投げて死ぬんだけど眼鏡で戻ってきてもう一丁あるみたいな感じのやってたんで、うん、それぐらい長いですね、スニークアタックって、すごい、もうなんかいろんなパッティが使われてたんですけど、うん、
エムラとグリシェルが出てからは、うん、他のファッティ入ってないなみたいな、うん、もうこれ以上出ないだろう。そうっすね、これ以上強いのなかなか出ないですね。でもそんな中でも疾走感入ってるのすごいです、うん、緑入ってると花の絨毯から黒をいっぱい出せるとこれやばくねえかってなるほどそっから素出しあるよ。いや、あります、あります。おもろい。確かになんかさ、スニクショさその出すカード引けなくて、その実物ステージ教育とか騙し練習引けなくて、あれなんかそっちがめちゃくちゃ、いやちょっと手首折れそうになってるってなるんですけどでお互いになんかぐだりまくって、ってそっちがめっちゃ伸びて、 あれあと2マナぐらいでエムラクル出しちゃうかなみたいなそのまま見たことありますよね。15マナ取ってね、引かせ出してエムラどうですかって、どうですかって消せないから取りますみたいなそれかなりレアケースだけどそうですね、珍しいケースですけど、まあ出ないことはないんで勝ち方もありがとうございます。 ありますね。はい、ということで第4位はスニクショでした、はい。トップ3ですけども、はい、じゃあ第3位お願いします、はい。第3位、赤クロリアンです。赤クロリアンか。赤クロリアンって言いましたけど、うん、青がタッチされてますね、最近ほとんど。あ、なるほど。まあ、とりあえず、まあ、リアニメートの。あ、そう、リアニメートですね。これスニクショーより上なんだ。いや、そうですね。俺はスニクショーより上だと思います。速さがスニクショーとまず段違いで速いんで、このデッキは。あ、また1段目とか2段目。あ、そうですね。これあのザ・スパイとほぼ一緒っちゃ一緒なんですけど、うん、まあ、このデッキは土地が入ってて、スパイより若干遅いかなっていうのがあれなんですけど、うん、本気出せば、まあ、1段目に当然妨害挟みながら釣ってくるんで、うん、まあ、かなり速いでコンボデッキですね、うん、でしかもスパイと違って1回仕掛けるのに失敗するとスパイって死ぬんですけど、大体その青バイト打ってたりするんで全ツッパーからね。そう、全ツッパーが死ぬんですけど、リアニメイトの場合はその結構ちゃんと殴ってライフゼロにしないと勝てなくて、やっぱり、うん、第2波第3波をちょっとやめてくれってちゃんと止めてあげないと負けちゃうんで、うん、やっぱりリアニメイトって強いなって思います。1回とりあえず1ターン仕掛けてきてビルでしのいだと思ったら 2,3 ターン後にもう1回、そうですね、そのリアニメイトスパイの場合はそのペタルとか土地がそもそもあの両面しか入ってなくて、そのペタルとかダークリーチャーとか大量に入ってて、あと、うん、エルビッシュスピードガイド、シミアスピードガイドでほぼそのこのターンだけのマナーしかないんですけど、普通にリアニメイトは土地入ってるんで、うん、1回失敗してもその土地からもう1回仕掛けてくるんで、うん、そういった意味ではなんか何回も仕掛けてくるからリアニメイトの方が強いかなと思います。まあ、さっきちょっと青がタッチされてるって言ったけど、その青の要素って何だ。サイドボードにショーテルが入ってます、ね、あ、ショーテルか。こっちをそのスパイの場合はベルチャーなんですけど、リ、うん、アニメートの場合は同じそのショーテルと同じファッティがデッキに強いファッティがいっぱい入ってるんで、うん、ショーテルを打つと、まあ、でハンドからグリセルだったり、まあ、エムラは入ってないんですけど釣れないんで、うん、グリセルだったり疾走感とか死者とかが入ってたりするんです。あ、死者、はい、ヒタンとかも入ってるんで、うん、ヒタンをジャブでリアニメイトしてきたりもしますよ。あ、なるほどなるほど。1ターン目にヒタン出して手札見て見て、ウィルがもしもう2セットあったら、うん、まあここにウィルは切らないじゃないですか、ヒタンに、うん、ヒタンにウィルは切らないけど、ピッチで打ったヒタンで1枚抜いて、これをリアニメイトするともう1枚抜けるんで、うん、これリアニメイトどうしますみたいな感じで。あ、なるほどね。結構あいつの反動が結構すごくても、なんか一応妨害ちょこちょこ挟んでいけるってことか。そうですね。あとやっぱりその肉なんでやっぱ釣れるっていうのもあるし、うん、あとサイドボードにダウシーのコク歩きとか入ってたりするんで、うんうん、それも結構軸をずらされてあれだけに殴り切られたこともあるので確かになんかダウシーのコク歩きってなんか適当にカウンターあったらそれパクられちゃうから。あ、そうそう、それ適当に打たれたりとかするのかめんどくさブロックできない 3肉ロックがダークリチュアルから思考囲い込みで出てきたりすると、うん、あれ意外と早いぞみたいな。あ、確かに確かにね。結構攻め手は意外とあるんだ。あ、そう、いろんな攻め方してきて、うん、結構デルバ使ってることが多いんですけど、うん、いろんな受け方をしなきゃいけない。なんか効くか効かないかわからないけど、とりあえずパイロブラスト2枚残したり、うん、アンホーリーヒートをちょっと残してダウシー用にが出てきた姿勢感焼くかみたいな感じにしなきゃいけないんで、うん、そのサイドボードがちょっと散らさなきゃいけない分、スパイは結構もう本当に硬くなってればいいんで、こっちは、うん、除去とかもほぼいらないんですけど、リアニの場合はなんかいろんな攻め方をしてくるんで、その分こっちも対処が知ってて難しいですね、やっぱり対処するのは。やっぱコンボデッキに対処難しいってなると相当厄介だね。そう、厄介ですね、デッキが。しかも早い、早いし対処難しいってことで、まあ、コンボデッキ、そうですね、赤からリアニメと第3位。あと1位と2位はね、結構レガシー詳しい人ならちょっともう想像できてるかなと思うんですけど、そうですね、じゃあまず第2位いきましょう。はい、白いイニシアチブですかね。おっ、来た。そう、今年も大流行、大流行です、このデッキすごい。イニシアチブデッキ、これね、まあちょっとちらほら噂は聞いてる人多いと思うんだけど、はい、ちょっと改めてどういうデッキか聞いてみますか。これバルダーズゲートでイニシアチブっていうダンジョンが出まして、うん、使われるのは大体白の3マナ33と4マナ34のイニシアチブを得るっていうカードなんですけど、うん、まずイニシアチブ
得ると、まあ、ダンジョンに戻るんですけど、うん、アップキープにどんどんダンジョン進んでって、うん、コンバット通されると取られちゃうんですけど、ダンジョン進んでいくことによってアドバンテージが得られるんで、そのアドバンテージを生かして、ビートダウンで名乗り切っちゃおうっていうデッキですね、うん。いやこれさ、マジすごいのがさ、やっぱ前のそのフォーゴトンレールの単語が出たダンジョンってさ、うん、ダンジョン探索するじゃないと進まないじゃん、次の日、うん、イニシアチブはほっといてもなんか一旦ごとに進んでいくんだよね。ほっといてもアップキープに勝手にダンジョン進んでいくっていうのが強みですね。しかも部屋も全然ダンジョン探索、普通のダンジョンより強いっていう。そう、ダンジョンより普通に強い、まあ多人数専用に作られてるから、うん、その分カードパワー、カードパワーというかそのダンジョンのパワーが全部高いっていうのが特徴ですね。びっくりしたのさ、この三三のさ、白羽山の冒険者いるじゃん、はい、で、イニシアチベルと共闘地を得て、うん、で次のターン、プラス1カウントが2個置かれる。あ、そうですね、2個置かれるか、戦術2を行うアップキープで、こいつにプラス1カウントが2個置くと稲妻で焼けなくなる。あ、そうなんです。めちゃくちゃ対処できたから。 あ、 そう。あとやっぱりイニシアチブストンピーなんですけど、うん、デッキがそのこれもさっき、赤タンストンピーの時言ったんですけど、うん、マナベースがちょっと不安になる的なストンピー自体がそのシティオブトレーター裏切り者の都が4枚入ってて、うん、金属モックスとかで無理くり加速して、でもこのトレーターは、まあ、次のランドセットしちゃうと割れちゃうから、うん、その後マナがないと一気でしちゃって、あの反動強いからプレイできないまま負けちゃったりするんですけど、うん、イニシアチブの第一走がなんとハンドに基本地形を持ってくるって書いてある。マナベース安定させてくれる。そう、一走入るだけでマナベースを安定させてくれるっていうのが、うん、もうストンピーって的にすごい噛み合ってて、うん、まあ鏡合いの偶話と同じ理論で、そう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 、ね、そのマナを持ってきてくれるっていうのがすごいデッキに噛み合ってるし、やっぱりストンピー肉で押し切るっていうのに、うん、そのプラス1カウンターも噛み合ってるし、その下が5点ルーズなんで、うんうん、かなりライフの溶け方がすごい。これ多分40点より5点ルーズだったなと思うけど、そうだ、ね、こっち20点だね。20点だ、4分の1なくなってるけどっていう、うん、大体2周目入ったら負けるよね。2周目入んなきゃ負けるか。2周目その一番下が強烈すぎて、うん、一番下がなんだっけ、10枚めくって10枚公開ですね。10枚公開して、その中から1枚クリーチャーを場に出して、うん、1時間たら3つ乗っけて次のターンまで呪文対処できない白羽山の冒険者66で自己持って出てきますみたいな。すごい。あとそうですね、これやっぱクリーチャーも 白いデッキなんで、やっぱりヘイトベアが中心に入ってるんですけど、そのヘイトベア自体はやっぱりコンボデッキにかなり強いクリーチャーが選ばれて入ってるんで、うん、やっぱコンボに結構強いですね、デッキを、うん、どうぞどうぞ。カードを名前指定してそれに2マナを重くしたりとか、あ、そうそうそう、そういったなんか選定された部屋の番人とか精鋭呪文縛りとか。あと最近よく見るのはアルコン、あ、エメリアのアルコン、エメリアのアルコン相当すごくて、あれすごいよね、なんか基本じゃないと違うタップインで、で1対2回しか呪文を伝えられない。あ、そうね、縛り方がすごすぎて、うん、ペッチランドタップインなんだからっていう。ペッチランドタップインで次のターンもボルカ持ってくるからタップインなんだからみたいな2ターン飛んだがみたいな感じなので、うん、かなり強いカードですね。あれもかなり注目されてて、そう、すごい。ああいうの貼られると、うん、さっき8位と7位に上げたアントとかいると1ターン目にあれ出てきちゃうと、うん、負けたかって対処できんってなって、クリーチャーは対処できん、しかも1ターン目はもう対処できんみたいな、ね、それだけで変わっちゃうんで、うん、いやかなり強いですね、うん、やっぱあれですね、あと最近の白いクリーチャーのステックは高いですねいや本当なんか何でもできるよね、白のクリーチャー。平和の番人もやっぱり3マナ3サンでハンド見た上で、見た上でカード1種類宣言してそのカード2マナ重くするんで、1ターン目にプレイしようと思ってたデルバーが相手の1ターン目の平和の番人のせいで3マナになった。3マナ11 これは良くないってなると、うん、かなりイニシアチブ守れますよね。1ターン目に出れば出てこないとなると、うんうん、すごい早いんで、いいデッキですね。じゃあ第1位はまだ不動ですね。不動の言われればイニシアチブがデルバーにちょっと弱いんですよね、うん、デッキ構想上。そうなんだ、これなんで。イニシアチブ自体が殴られると殴ってきたプレイヤーの元に行っちゃうんですよ、うんうん、でデルバーはコンバットを通すのが上手いデッキなんで、うん、確かにみんな飛行を持ってるから、デルバーも変身したら飛行だし、そうですね、チャネラーも高揚したら飛行だし、ダクロシステムも飛んでます、うん。イニシアチブ側はイニシアチブクリーチャーがもともと地上なんで、うんうん、まずブロックするのが相当難しい。アルコンとかはブロックできるんですけど、うん、デルバーとかああいう打ちだからまあいいんですけど、うん、チャネラーは一方なんですよね。アルコン33と23だから、そうです、うん、ダメージを通すとイニシアチブがあっちに向こうデルバー側に行っちゃうのが問題なのと、うん、イニシアチブのダンジョンがちょっと強すぎて、うん、土地を持ってこられた後に、うん、次だったらデルバーが54になったり、あーそっか、プラス1カウンター2個、うん、でその下が5点ルーズなんで、うん、速やかにライフが溶けてきます
飛行で殴られてライフ減ってるのに、そう、しかも西への墳墓を使ってライフ使ってるのに、そうそうそう、西への墳墓使ってやってるのに、うん、その1時間と2個乗せてさらに5点ルーズまでされたらすごい勢いでライフなくなってる、うん、しかもボルト持ってるデッキがやそれをやってる、稲妻か、そう稲妻もあるんで、もうライフ持たんって言って、うん、大体取られると負けちゃいますね。ああなるほど。え、結構いやイニシアチブめちゃくちゃ今流行ってるんだけど、はい、まあ、肝心要の一番強いデッキは、肝心要のデルバーにはちょっとデッキ構造上弱いですね。ちょっとイニシアチブを守らなきゃいけないんですけど、ちょっと守りきれないことが多いですね、やっぱり、うん、なんなら先手1ターン目デルバーってされちゃうと後手取って、うん、1ターン目にイニシアチブ取れないですからね、うんうんうん、次飛んで取られたらどうしよう取ったら取られちゃって終わりじゃんみたいな、飛行にならなきゃいいけどなみたいななるほどね。でもなんか青く出ればそうしたら本当に弱点がないように見えて、いや意外と弱点あって、うん、結構アントとかスパイとかコンボデッキに今言われてればミラー見すぎてて、うん、メインからパイロ2枚とかやってるんで、うん、パイロ2枚とかカウンターバランスとかメインからやってるんで、意外とこの赤黒リアニーとかスパイとかアントとかに、あと赤プリか赤タンプリズムみたいなとかって黒いコンボデッキには結構全然勝たなくて、メインもともと、もともとメイン勝たなくて、でサイドボードもミラーに寄りすぎてると、ここら辺踏んだ時になんかなすすべがないことが多いです。ああなるほど。今青が出れば流星しすぎてて、はい、もうみんなミラーを意識してると。そうだ、ミラーを意識しすぎた結果、うん、そのリアニとかにいざ当たると墓地帯2枚しかないしどっちもサージカルだわみたいなことになっちゃうと、うん、結構リアニって置物の墓地帯は結構超えるの大変なんですけど、うん、サージカルってハンドに持ってなきゃいけないんですけど、うん、そもそも妨害がハンデすなせいで、うん、ハンドじゃあ1回見て、あじゃあそのサージカル落としてからノーボ打つわって言われちゃうと、うん、それだけで結構釣り上げられて負けちゃったり、アントも別に裏側がちょっとクロックをくれたりすると普通に帳からライフ天取流でなくなっちゃったり、スパイも結局結構早いデッキで、うん、サイドボードがちょっと少ないと赤ブラとかも大して青パクト消せるんですけど本体のスパイ自体には当たらないんで、うん、結構それで負けちゃったりしますね。今はかなりデレバーがそのフェア寄りのデッキをよく見てるから、逆にはコンボの対策が薄くなってるよっていう、そうですね、メタゲームってことだよね。そうですね、コンボの対策はかなり薄いですね。例えばその青が出れば、まあ、今回1にしたわけなんだけど、はい、まあ、ラガマン禁止になったじゃん、はい、ラガマン禁止になったけど、なんでそんなデルバー強いのかな。あ、そうですね、やっぱりチャネラーとイテレーションの存在がでかいかなと思って、あドラゴン怒りの媒介者と表現の反復、そうですね、うん、デルバーはもともとある程度一旦目に出すと3人でどつくの早いなみたいな感じなんですけど、チャネラーが紅葉したら早いじゃないですか、そのクロックが飛行で、うん、そうですね、しかもそのドロソみたいな能力を持ってるせいで、うん、クリーチャーデナージも唱えると重宝するっていう能力があるせいで、うん、そのデッキの中を掘り進める力が高すぎて、うん、カードが何でも見つかっちゃうんです、うん、ああなるほど。だからあのカード1枚しか入ってないんだけど重宝でうわーって探してって、あ見つかったよかったみたいな、そうっていうのがかなりデッキの再現性を上げてるっていうと、うんうん、しかも1マナで1ターン目に出てくる、向こうからしたらかなりの脅威のはずなんで、三々になると、うん、三々にならなくてもデッキの中を掘り進めていくんで、かなり嫌ですよね、相手からしたら。そのポンダーがカード4枚見て、確かにサッフルで5枚見れる、ブレインストームが4枚見てみたいな感じで、うん、イテレーションも4枚見てってなると初手引くと50枚ぐらいしかないけど、一体何枚こいつはできるのか、まあ、あいつが入れなければドロスの質が跳ね上がりするんだね。そう、跳ね上がりますね。で、あとはやっぱりそのダクローの姿勢のつなぎが早いですよね、こいつが。うん、どんどん墓地を食っていって、炭素でその速攻でダクローを捨て出す。ダクロー本気出すと、まあ、3ターン目、2ターン目、もしガラクタ絡むんだったら2ターン目にも出ちゃう可能性があるっていう、うん、かなり速いスピードで疾走してくれるんで、まあ、クリーチャーに思考吐きがついてるみたいな、うん、レガシーってそのアドバンテージ取るの、昔は結構アドバンテージ取るカードなくて、うん、ポンダーとブレスト強いけど、ディハンドは増えなかったんです。まあ1個のカードと交換するよねっていう感じで。ハンド自体は5枚から打っても5枚のままだし、うん、ただハンドの質が良くなったっていうだけの動作だったんですけど、その回軽いんで良かったんですけど、イテレーションはめくれた呪文プレイすると3マナなんですけど、うん、土地も置けるし、3枚から好きなカード2枚選べる、うん、で、ハンドが増えるんですね、これ1回使ったらね、土地を置いた分と手札加えた分で2枚増えてる、ね、はい、アドバンテージ面も有利になってそのまま押し切って勝っちゃうみたいなこともあるんで、うん、やっぱり押しやすいですね。なるほど。まあラガマンは死んだけどドラゴンの怒りの媒介者と表現の反復がこのデッキを支えている。そうですね、かなり支えてると思います、うん、確かにデッキの再現性がすげえ高いっていうのはやっぱ強いデッキのなんか、そうですね、なんだろう、特徴の一つかなっていう。まあ1位は変わりなく青が出る。変わりないですね。そろそろどっちかいなくなるような気がちょっとテコ入れ入るんじゃないかなと。逆にイニシアチブもね、新生、新興勢力として出てきたけど、
デルバの前にはちょっと相性悪いってことだったし、ね、ただデルバに一応有利なデッキがあって、うん、8位に入ってないんですけど、うん、OC コントロール、ああはいはいはい、っていうデッキは結構デルバに有利つくかな。あ、これはどういう理由で？やっぱりこれ除去がまずめちゃくちゃ多い、うん、ウーローがいるんで、うん、そのライフを上げれる、水上を元に戻せるっていうのと、はいはい、除去がソープロなんでダクローにも触れる、うんうん、で、パイロとハイドロが大量に入ってるんですけど、なるほど、青対策、赤対策がどっちもデルバにガッツリ刺さっちゃう、どっちもガッツリ刺さってるんで、結構デルバ自体には結構いい。あと忍耐も入ってるんで、あーなるほど、瞬速 3,4 だから、墓地をなくしながらやっぱ3,4 の瞬速の飛行を止めれる到達ね、到達でがっちり盤面を固めていくっていう動きをされると、いわゆるデルバかなり厳しい。うん、ただ今回トップ8に入ってないっていうのは、そうですね、このデッキはイニシアチョにすごい弱くて、ああなるほど、このタイトルによってちょっとランク落としちゃったと。そうですね、そのやっぱり自分から殴りに行くデッキじゃないんで、うん、1ターン目とか早いターンにイニシアチョ取られると、その階段っていうか地下から進んでいくのを見てることしかできないんで、ね、ウーロもね、なんかね、だって墓地6枚ないと脱出できないから、そう、脱出できないし、やっぱりあの取り返さなきゃいけないんですけど、うん、除去だけじゃなくて自分も肉を出して殴りに行かなきゃいけないんで、別にイニシアチブがもう、孤独が入ってるんで、うん、結構そこだけ弾けばなんとか守れるみたいな、イニシアチブ維持できるし、で、うん、で本当にイニシアチブ取ろうとすると、まあ、ミンスクとブーみたいなカードが入ってるんですけど、うん、それで取るのが多分一番手っ取り早いはずなんですけど、うん、4マナっていう重いなって、そうですね、イニシアチブ側は1ターン目2マナランドとペタルから1ターン目にイニシアチブ得て地下街進んでいくって考えると、うん、かなり厳しいですね。うん、まあ、まあランク外の話をしたけど、はい、まあ、結構レガシーで有名な駅っていうと、はい、まあ、土地タンとか、そうですね、その辺はなんかトップ8いなかったなって言ったんだけど、そうなんですね、土地タンもイニシアチブに弱い弱いなこの、あ、確かにでもクリーチャー入ってないもんね。そ、その殴れないデッキは全部イニシアチブに弱いんですよね。うわステルでコントロールするデッキはちょっとイニシアチブにちょっと対抗できないって感じだって。そうですね、うん、イニシアチブを取られちゃうと見とくしかないですなんかあれだな、そのイニシアチブがデルバー以外をちょっと潰しててそうですねデルバーもイニシアチブに強いみたいな環境になってきてるかな。そうですね、イニシアチブ、ただイニシアチブ側がデルバーに弱いとはいえ、うん、まだポットでのデッキなんで、うん、もうちょっとそのデルバーを対策を厚くしたりして全然もっといいデッキになるんじゃないかなと思ってて、うん、まだまだ研究中のデッキ、まだそのみんな出てきたから使おうっていう段階なんで、うん、まだ構築自体はまだみんないろんな構築があって、例えば白タンって言いましたけど、うん、赤が入ってるボロスのイニシアチブもあったりして、なんかそこら辺でいろいろ差別化ができて、ね、うん、してってるんで、まだどんどんデルバに強いリスト出てくるんじゃないかな。あ、まあ、これからのね、ちょっとのメタゲームの進化にちょっと期待っていうところかなといったところで、まあね、トップ8発表してもらいましたけども、はい、まあ、かなりね、レガシー解像度が上がったかなと環境以下の解像度が上がったなっていう感じですけども、今週末はですね、はい、8日に第20期レガシー新挑戦者決定戦、そして9日月曜日祝日にレガシー新決定戦の本戦があるということで、はい、じゃあ高野刺激レガシー新ちょっと挑戦者の皆さんにちょっと、はい、一言いただいてもいいですか。ちょっと待って9日の神決定戦でお待ちしておりますんで、皆さんぜひ頑張ってくださいめちゃくちゃし上からはい、ということでね、今回対レガシー神高野茂樹選手にレガシー最強的8戦聞いてきました。よかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。レガシー神の高野茂樹でした。また次回、バイバイ。バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。